月曜からお願いします。月曜のところは今週コンサルト問い合わせ12件で、全体としては今のところ順調です。着地予想でいうと大体予算の 1.34 倍ぐらいで。店長さん、ホワイトペーパーのところ、今月450件法人のリスト獲得する目標で欲張りが動いてるじゃないですか。その後の不止まりとか、当初想定していたものがあって、結局何 CV 獲得するためには450ダウンロード必要だみたいに動いてたと思うんですけど、てか店長が数字を貼ればよくない、今日貼ってる数字リード獲得の議事録の方にあります。4月の有効が191とかになってますね。それとじゃなくて、本来報告すべき KPI 一覧を貼ってほしいんやけど。あ、これですね。ごめんなさい、ニキさんの質問に答えられましたか？いや、あ、一旦見ます。インサイドセールスのパートに移らせていただきます。ちょっと前回の川口さんからご要望あった通りで、受注の方の進捗もこちらで報告するようにいたします。5月6月の受注に関しては前週比で追加はないんですけども、今月1件カイトル君の受注が決まりました、はい、おめでとう。事前準備ちゃんとしてないからあんま祝う気ならないよ。今の質問も結局答えれてないし、行動指標でまずいてこましてくださいよ。結果は素晴らしいですけど、はい、あとカリトルくんな、なんて言いますか、カリトル、カリトルくん、イントネーションです。受注についてはこういった形になっていて、予日のところに移らせていただきます。で、今22営業日13営業日経過ということで、営業日進捗 59% に対してヒアリング商談の獲得進捗が 57% っていうような形になっております。商談獲得進捗が 16% っていう形で、今までよりもちょっと低めの数値になっております。理由としてはおそらくこのヒアリング商談からの商談化率っていうのが、まあ、今までは大体 45% ぐらいだったのが、おそらく 30% から 35% ぐらいに落ちてる可能性があります。ここで報告すべきは、はい、40件中何件ヒアリング商談が進んでて、そのうち何件商談に移行してるのかっていうところが見えないと実態が分かんないね。そうですね、パッと出ない。商談に進んでるのは5件中話なんかもしれんけど、はい、5件のうち何件商談終わってて、今読み的にはどんくらいかっていうのもできれば知りたいよね。ちょっとパッとは出ない集計しないと出ないんですけど、うん、それを考え切ってからこのミーティングに臨んでほしいよね。一番大事な数字やんか、はい、一番大事な数字をもとにどこがボトルネックになっているのかとか、今後どういう施策ができるのかっていうのを出すのがミーティングの場なんじゃないの。それこそ川口さんとかに相談することってないのとか、そういう数字から出てくるやん。まあいつも言ってるくない俺数字読むだけやったらもういらんからっていう話かな。相談事項言っちゃっていいよ、数字は読んどくので。ホワイトペーパーと LINE っていうところからこのヒアリング商談を獲得していて、うん、LINE の商談の質っていうのがおそらくホワイトペーパーに比べて低いので、結果的にこの商談化率っていうのも下がってるんじゃないかみたいな仮説があります、うん、30% として今の読みとしては、だいたい商談12件ぐらい獲得できるのは硬いんじゃないかっていう話よね、現時点では。で、さっきの2期の質問はホワイトペーパーの新規の獲得件数っていうのが450っていう風に横堀は認識してるのよ。それって実際どうなのみたいな。じゃあ450件取ったうち何件ヒアリング商談進んで、商談に何件進んでみたいなって、どういう風に呼んでるんだっけっていう。それで言うと450件リードが新規で発生して、過去分もあるので、過去分と、いやだから、はい、その新規の新規はまずリードが発生したタイミングで1回家電がされて、うん、その後3回家電されるみたいな感じなので、うん、当月内に4回は家電される予定ではあります。2000件のうちの1800件が一応その新規のものになっていて、過去分で200件分ぐらい家電の余力としては残してあるっていうようなイメージなんですが、実際のところ4月に発生している新規の家電対象でいる190件とかなので、現時点でおそらく400件着地ぐらいになるんじゃないかっていう読みです。本来1800件新規にかけるはずが1500件ぐらいになる可能性があるので、その分残りの500件は過去分にかけるみたいな形になるかなと思います、うん、ヒアリング商談化率とヒアリング商談からの商談に至るこの遷移率、この2つが多分想定より結構低いですよね。想定の4分の1いくはずが今8分の1とかなんで、想定より半分は
基本的に商談から商談も本来50あって23なんで46かけたはずが今 20% 未満とかなんで、その数字ってなんか割とこんなもんかなっていう感じの数字です。通電からヒアリング商談の部分は、まあ、こんなもんかなっていうところは現状としてはあって、ヒアリング商談から商談家のところに関しては先月先々月に比べて下がったんじゃないかっていうところはあります。その仮説は LINE っていうのが入ってきたので、全体として LINE っていうのは、はい、ホワイトペーパーの話をしますよ。 LINE 構築ガイドラインの話、 LINE 経由のリードの話です。今ホワイトペーパーの新規の話です。ホワイトペーパーの新規の商談回数が下がってるっていう部分に関して言うと、当日欠席がちょっと増えてるっていうのはあるかなと思います。打ち手は今までその前日にメールでリマインドを入れるみたいな形なのと、あと電話口でちゃんと URL 届いてますか、何月何日でお願いしますみたいな確認をしてたっていうのは今やってたところなんです。そこの定性的な部分も含めた評価を横堀に連携して、このホワイトペーパーはちょっと微妙そうかもみたいな、はい、連携をしてあげないといけないんじゃないの。お客さんからそのホワイトペーパーに関してどういう評価だったのかとか、もし拾えてるんだったらそれを受け渡してあげないと意味なくない。今数字の確認しかしてないからね、10分使ってどうなんですか。それで言うと資料ごとの家電数分のヒアリング商談会数とか商談会数とかっていうのは現状で超えてないです、結論です、ね、品質ガイドラインがすごくヒアリング商談数が多いっていうのは、品質ガイドラインのダウンロード数がただ多いからっていう可能性があるので、うん、定量的にはその資料の押し出しっていうのは測りにくいところが、すぐ出せるくね、それ数字自体は。その資料ダウンロードして、はい、すぐ加減するわけなのか、数字自体をすぐ出せる気がするんですか。データ自体はあるので、うん、加工すればすぐ出せます、うん、ただヒアリング商談の元々のホワイトペーパーの内容を見るとほとんどが品質ガイドラインかインスタになってます。で、何が言ってますか。今回の多分100何件で、はい、LINE 構築ガイドラインか記事制作のガイドラインが混ざってる。それ自体は今月に関しては個数多いでしょ。結論、その書簡を吸い上げるシステムは絶対に作った方がいい。じゃないと会議参加する意味すらないよ。だって横森に要望をあげられへん。もっとちょうだいしか言うことないよ。それが何かある伝えたいこと。それで品質高めるのが結局テンションのためにもなるって確信してる。石川さんの話をしてて、 IS のそのスコープ内で今できてないところとしては、スクリプトのところの磨き込み、今でも十分そのカスタマイズしてお客様に合わせて話す内容というのは変えてるんですけど、そこの磨き込みをさらに精度を上げて、商談 NG になった時とかでも、なんで NG なのかっていうのをもっと深掘って聞いて持ち帰ってフィードバックしてみたいなのを、スクリプトの部分をもう少し改善しようっていう話にはなってます。でもマーケのところだとニード側にフィードバックできるような内容は今はちょっと出ないです。 C っていうならコンセプトワークとかやってサクたくさん出して、ライフのニード獲得の打ち手を増やしましょうみたいなぐらいしか僕主導で動くということはないと思います。なんだかんだその評価自体は欲しくって、例えば LINE 構築用ガイドラインと記事制作のガイドラインだとターゲット自体が全然違うなっていう感覚はあるのよ。記事制作の方がよほどプレイヤーが多くなっちゃうのかな、競合多くなっちゃうのかなっていう所感があって、確認とかでもいいからそういうのが欲しいのよ。これは新しいトピックなんだけど、ガイドライン自体の満足度とかもできたら欲しいなとかは思ってたりもするのね。最初の入りどういうストークなのか分かんないけど、俺の想定としてガイドライン電話してどうでしたかみたいな、満足してますかみたいな、なんか不満な点あって言ってくださいみたいな話はしてくれてる。それはしてて、それはログとして残ってる、ログがしてあるんで残ってはいるんですけど、7割ぐらいがまだちゃんと見えてないっていう、長いんでちょろっと上の方目次だけ見て中身詳しく見えてないんですよみたいなお話をいただくことが多いです。そしたらそれをサポートするようなオファーというかあれがやっていいかもね。30分じゃあウェビナー開くようにしたら参加してくれます、もう一個アーカリングする仕掛けを作るとかはやっていいかもね、はい、読むのがめんどくさいあなたよみたいな、おいおいそこはその何ページ目まで見てるかとかも定量的に超えるようになるので、多分この目次とかで離脱してる人が6、70パーなんで、ダウンロードしてる人のうち本当に使いこなせるのって1割2割多くて1割なんじゃない。実際に資料見たんだけどっていう人に関して言えば、いや分かるんだけどどういう風に実行すればいいのか分からないっていう話いただいて、企画動画に出せばいいのかとかをその実際アカウントと一緒に
見ながらこう相談させていただくみたいな機会は残りの3割の場合は多いです。それが結局ヒアリング商談に。そうですって感じでしょ。ヒアリング商談でそれをやってる。それ別に2パーツで流してるんだ。流せるのは流してます。商談としてというか、あまりにもバンドが揃ってないものとかは商談化してないので。一部の顧客に関してはヒアリング商談これ無駄な気がするな。2回時間取るって結構しんどいから、面会みたいなものになっちゃうと思う。実際に顕在化した問い合わせであったとしても2回商談するとだるいじゃん。運用とかは一部しかない部分あると思うけどね。 LINE とか非制作とかだとサクッと打ちてくれるみたいな、ちょっと難しいんですけど、うん、モデル的には、うん、IS がもちろん温めてフィールドセールスにパスするんですけど、うん、温めの部分ってフィールドセールスもやるべきなんですよ、うん、そのクロージングだけじゃなくて、うん、うちの場合だとフィールドセールスの役割をその認定パートナーがやってるので、うん、温めのところをあんまりこう認定パートナーに触れてないっていうのがあるんです。それをこう振ってもいいのであれば全然触れはしますっていう感じ。ガイドライン作ってくれてるような人たちって商談生まれたら嬉しいと思うよね。彼らの気持ちになると、あ、作ってよかったなって。逆に昨日それこそカメラから言われたのは、作って意味あったの楽しいですって東京まで行って撮影したいがなかったですみたいな、そんな話してる間に一件問い合わせ来たから、これはお前のスコープじゃないかもしれないけど、コミュニケーション取っててまだ頭に切ってない人が多かったんでリジェクトしときましたみたいなのは言っといてくれた方がいいかもね。分かりました。商談化してないのっていうのは理由があるので、うん、予算がないのか、うん、リーガル的にとか、うん、既存顧客なのかとか、うん、同業なのかとか、うん、何かしら相談の理由とともに作成者には共有してあげた方がすごくいいですね。ちなみに今月ってもうあれなんじゃない、資料系のリードが増える予定はそんなになさそうな気がするけど、どうすか。こっちで動かせる年数も家電の数みたいな話なので、うん、まあ、残りの10営業ぐらいで1日 の家電の PS とか 1.5 から2倍するとかで経験達成するしかない方法です。決定事項ね。はい、逆に横堀さん8月って営業日超少ないけどどうするんですかとかはなくて大丈夫ですか。10日ぐらいお盆で消えちゃうんですけど、それ込みの目標数になってるんでしたっけ8月は。考えるとさ、8月前半で勝負決まるんじゃない。てかもはや7月終わりじゃないとかを2人で高め合ってください。お前に関しては結構奈良木の総括系の動画をぶわって流すんで再生数おそらく普段よりは稼げると思う。中盤に挟んでる品質ガイドラインの CM によって多少は上振れだと思う。とはいえそれだそうとしてるのが3456とかやからってなると結構絶望的や。全部逆算で時間軸とボリュームっていうのを両方上振れさせてやっていかないと絶対マイナスになるから、もうちょっと2人でそういえば来月ってどうするんでしたっけみたいなコミュニケーション勝手に取っといてほしい。そのために月曜日使ってもいいし、立ち回りといいますか、もうちょい成果で動き方があるんじゃないかなと頑張って。ちょっと僕もそれで確認で、はい、5月は4件でした。5月の目標何件だっけ。5件でね、あとマイナス1件でしょ、はい、見込みはどうなるの。 C の見込みが2件あるんだったら達成見込みじゃん。あと認定パートに任せたわけだから動かせない部分じゃん、そこって。じゃあ6月1件でした、で見込みがもし0件だったら4件満たすじゃん。そもそものこの手前の KPI 変えないと一生満たすの構造になるんだよ。6月はあと何件見込みがあるんですかとか、7月はあと何件見込みがあるんですかって教えて。それと今5月の C が何件ですかっていうのを言えちゃうじゃない。それを普通に案件管理表でフィルターしてみればよくてっていう、それじゃ見れないんだっけ。いや見れます。じゃあ見て普通にちょっと知りたいなって。要はその計画がむちゃくちゃになったのかどうか知りたいんだよね。むちゃくちゃっていうのは、あ、まずニッキ君の方で多分でもこれは予算は一回チェックしてる、うん、この話気になってさっき自分もそれ話してて、うん、見直す必要結論はね、4分の1、8分の1って話もうそれ2倍ずれちゃってるんで。いや、ね、もうなんか横堀が月900件法人のリスト飛んで、そう非現実的なので、広告用ガイドラインは自主につながりにくくて、うん、YouTube とか SEO は結構ずっとつながってる印象があるんで、それはなんか横堀にフィードバックして CV 出るやつしか作らないみたいにしないと多分きついです、うん。さっきからずっと言ってるのってこのヒアリングのここの赤い部分がやばいよねって話でしょ。で 30% か 40% ぐらい未達になってるじゃん。ここを上げようって話をしてると思うんだけど、俺は普通に ここが今だいたい 20% ぐらいで読んでさ、こっちを 20% にした方がいいじゃんとか、そういう議論があると思ってて、具体的な打ち手としてつながんないリストに対して例えばホワイトペーパーのダウンロード時間みたいなもし2問があるんだったらその時間にかけるとかさ、無駄な電話かけるぐらいだったら、そしたらなんか 5% ぐらい上がるんじゃねとかって思った。シンプルに達成見込みやったら全然この議論はあんまりしなくていいんだけど、おそらく5月は達成できると思います。6月に関してはそもそもその商談数っていうのが少なかったので半分ぐらいの着地になるんじゃないかなと思います。
半分満たすだったらこのヒアリング商談を倍にしなきゃいけないってなったらさ、現状 18% ぐらいだけどそれ 36% にせんといけんのかなみたいな。多分今田さんが言ってるのはそれを準備して持ってこようって話だと思うんだけど、はい、見てみ甘いですね。いや甘いってか、いやどうするんだろうなとか。お疲れ様です。